以上の皆さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。それではお一人ずつ自己紹介もお願いします。はい、 AKB48 チーム K の18歳秋元紗友香です。よろしくお願いします。はい、チーム A 中西里奈です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。AKB48 チーム K の16歳の宮沢紗友です。よろしくお願いします。16歳ですよ。1991年生まれってことですか。90年。今年17歳。はい。そう、馬年。はい。一回り違う。そう。結構ね、もう本当にね、すごいですね。で、まあ、皆さん先ほども言ってましたけれど、チーム K とかチーム A とか言ってましたけれど、このチーム K は歌舞伎町とかそういうことなんですか。違うんですか。はい、AKB48 の頭文字から、はい、A と K と B の3チームからなっています、で各チーム16名ずつで、今は48人で活動しています。48人ですよ。ちょっとした部活ですよね。本当にね。普段はどういう活動を。普段は秋葉原にある AKB48 シアターっていうところなんですけど、はい、そこで毎日公演を行っています。ああ、なるほど。で、このチョコラブ from AKB48 っていうのも、まあ、そこでやったりとかするんですか。あ、チョコラブはまだ劇場ではやらないんで、どんなこのチョコラブはチームなんですか。ですね、同性の方にも好かれて、で女の子が大好きなチョコレートのようないつも身近な存在でいられるようなっていう気持ちがこもっているんですね。なるほどね。これやろう。まあ、先ほどVTR で見ていただいたんですけれど、6月6日明日は明日の君が生まれると、はい、あのシングル発売になるということなんですけれど、はい、これどんな曲なんですか。明日は明日の風が吹くというように、どんなに嫌なことがあっても、毎日新しい自分に生まれ変わることができるんだよっていう、すごい希望に満ち溢れた曲です。なるほどね。希望に満ち溢れてる3人って感じですよね。衣装もでもさっきの VTR と同じ。そうです。すごい可愛い衣装でね、みんななんか走ってましたけれど、走ったり自転車一生懸命こうやってあれはなんかどうもなんかセールが終わっちゃうみたいな、そんな感じだった。風が切って爽やかに自転車動いてたんですよ。なるほどね。すいませんね。一回り違うでちょっとすいません。本当すいません。本当おっさんですいません。まあですね、この番組からですね、チョコラブの皆さんに素敵なプレゼントがあります。まあ、チョコラブという名前にかけまして、こちらのチョコレートをプレゼントします。これはですね、アニベルセル表参道の限定ショコラ、コルムドフリューといったチョコレートなんですけれど、オレンジ、レモン、キウイにビターショコラをコーティングした清涼感漂うチョコレートです。はい、あるので、手元に。ありがとうございます。早速召し上がってください。はい、オレンジ、キウイ、オレンジ、キウイ、レモン。いただきます。いただきます。もう一口でパクッと。あ、どうですか。すごい今吐き出しそうな。美味しい。美味しい。すごい清涼感漂ってます。あ、でもすごいいい香りする。なんか甘い香りする。すごい時、俺は遠いから遠いね。美味しい。いいですね。ありがとうございます。まあこんな感じでぜひプレゼントなんで。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、48人分は残念ながらないんですけれど、すいません。まあ48人いるとなんかいろんなことできますけれど、なんかみんなで集まって遊んだりとかするんですか。しますね。そうなんです。何するんですか。もういろいろできますよね。アメフトからサッカーから、ね、48人いたらね、あれですよ。鬼ごっことか、あ、そういうかくれんぼとか。へえ、楽しそう。すごいですね。で、1人1000円とか届かんとね。あ、それは違法だからね。ダメですよね。すごいですよね。まあ、でもかくれんぼとかしたら忘れられちゃうことが何人かいるんですけど。そうなの。人数が多すぎて見つけられないままいい、もうバイバイ。そっか、8人もいるわけだから。で、1人なんでしょ、鬼は。まあ、48人でやったことないんですけど。あ、そっか。
48人いるって聞いたらもう48人も常に行動してるんだと思う。今ただ楽しそうですよね、うん、やりたい。撮影の時とかは48人でこの前撮影をいただいて、うん、軽い旅行ですよね、うん、こうせもうちゃんと添乗員の人がいて、うん、こっちですとかトイレタイムは今のタイミングでとか、なんかもうすごいですね。でもクラスクラス1クラス分ぐらいあるんで、みんな名前わかるんですか？わかります。わかるでしょう。そうなんだ。だってチームだもんね、はい、でも48人一人一人言ってたら2人ぐらい46あれみたいな。リーダーとかいるんですか？リーダーはいないですね。あ、そうなんだ。まあでもね、みんなこう仲良さそうで、はい、これからも頑張ってください。はい、はい、まあ、ということで6月6日に、新曲をリリースされるチョコラブフロム AKB48 の皆さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは